どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画は、足を細くしたい方におすすめする太ももの運動をあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。始める前に、なぜ足が太くなるのかを解説していきたいと思います。筋肉は縮んで伸びるという作用があります。筋肉を縮めた状態で使っていると、筋肉が横に広くなります。逆に筋肉を伸ばした状態で使うと縦に長くなります。何か運動をするときには、筋肉を縦に長く使う方法でトレーニングをすると、足は勝手に細くなっていきます。逆に筋肉を縮めて使っていると、どんなに頑張って運動をしていても足は細くなりません。本日は太ももの筋肉を縦に長く使う方法を紹介します。太ももの普段使ったことがない部分が使われると思います。大したことない運動に見えますが、効果は絶大です。1セット5回の運動を3セットやるのですが、かなり足にきます。夏にスカートを履いて綺麗な足を見せたい人は、ぜひ挑戦してみてください。それでは、レッツゴー。さあ、行くぞ。はい、それではやっていきます。足痩せの方法を紹介します。まずダメな動きから学んでいきましょう。頭から後ろに倒れていくのはいい動きではありません。あとは背骨が少し丸まって後ろに倒れていくっていうのもいい動きではありません。ではいい動きをして足痩せの方法をやっていきましょう。両手は膝に当てて、その状態から後ろに倒れていきます。倒れる部分は骨盤が一番最初に動くように動いていきましょう。でゆっくりと戻るという運動を5回やっていきます。手の位置は変えず後ろに倒れていく。大腿四頭筋という筋肉が非常に縦に長く使われるポジションになりますので、足痩せ効果は抜群です。地味な運動ですが、かなり効果は高いと思います。5回やるだけでも結構ももが火を吹くぐらいきつい運動です。ゆっくりと動いてゆっくりと戻るということをやっていきましょう。本日は1セット5回の運動を3回やっていきます。それで太ももがどんな感じがするかを確認していきます。十分休みます。次2セット目いきます。では太ももの上、そこの位置を変えずに後ろに倒れていきます。できるだけ背骨が長い方がいいです。倒れられる部分まで倒れてそこから戻りましょう。後ろに行けるまで行きます。ぐーっと。そうすると太ももの筋肉がはち切れるぐらい張ってきます。そこからゆっくりと戻るということを5回やっていきます。5回しかやってないんですけれども、太ももにはめっちゃくちゃ効きます。かなりきつい運動です。普段使っていない部分、太ももの上の方の部分がかなり働いてくるかなと思います。疲れたら休みます。最後1セットやっていきます。5回ですね。後ろに倒れていきます。このまま後ろに倒れちゃわないように気をつけてくださいね。倒れて戻るという運動を5回やっていきます。倒れてキープできる人がいれば、長い時間キープするっていうのも効果の高い運動だと思います。今回は5回っていう回数設定にしてますが、後ろに倒れて10秒とか30秒とか1分とか耐えてみるっていうのもいい方法かなと思います。さあ、結構3回目にもなるとももがパッツンパッツンになってくると思います。はい、お疲れ様でした。本日の運動は以上で終了になります。頑張ったね。はい、運動お疲れ様でした。全然大変そうに見えないけど、結構きつい運動でしたね。テレビを見ながらでもできると思いますので、毎日やってみてはいかがでしょうか。便秘や生理痛などの症状がある人にもおすすめの運動です。太ももの不調は内臓の不調とも言われていますので、ケアしたい部分ナンバーワンです。
効果がすごくあって、やった後に足が重たい感じはするけれども足が軽く動かせるという変な感覚に襲われると思います。そんな不思議な足の感じを経験してみてください。この運動で体の違いを体感できた人はぜひ毎日実践して3週間は継続してみてください。皆さんの足痩せの運動に少しでもお役立ていただければと思います。今回お送りした足を細くしたい方におすすめする太ももの運動はいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が効果あったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。